京都ヒーロー川島健三選手です。どうもありがとうございます。今シーズンの初打席が値千金の逆転のサヨナラタイムリーでした。あの場面どんな気持ち打席に入ったか振り返ってください。試合出るまで長かったです。体を冷やさないようにベンチで声出してました。追い込まれながら最後は右方向に持っていきました。どんなお気持ちだったんですか。とりあえずバットに当ててボールを当てて音を起こして内野安打でもいいかなという気持ちで、なんとかしたいという気持ちだけで打ちました。ご自身のガッツポーズも印象的ですが、ベンチから多くの選手が駆け寄ってきました。あの場面はどんなお気持ちでしたか。まあ、柳田さんは軽くフォアボールですよね。誰でも分かってます。そこでベンチのみんなが、知能人の皆さんが慶三を打ってきてくれと、そういうふうに言われたので打ちました。プロ16年目、うちにとって今日が開幕の日でした。最高のスタートだったんじゃないですか。最高すぎますよね。そしてチームにとっても開幕から3連勝、最高のスタートだと思いますが、いかがでしょうか。ちょっと怪しい雰囲気もありましたけど、いい雰囲気から怪しい雰囲気で、ベンチで松田さん、マッチのことを助けようっていう気持ちで、みんなやっぱチーム打ち合わせてやりましたので、松田も岩崎も明後日から頑張ります。あの2人を助けたのは僕です。チームは2年連続のリーグ優勝、そして5年連続の日本一に向けて最高のスタートを切りました。今シーズンの目標を改めてお願いします。5年連続日本一に向かってチームみんな一生懸命やっていますので、変わらずご声援よろしくお願いします。去年は無観客で開幕を迎えました。今年は多くのファンの前でこうして開幕、さらにはご自身のバットで試合を決めました。ファンの皆さんにもメッセージをお願いします。まず一つ、皆さんちょっと待ってください。うちの両親、兄弟、はとこ来てるんです。目の前に乗ってた方がめちゃくちゃ嬉しいです。親子の息子です。あとファンの皆様、先ほども言いましたけど、1年間長いですが、いい時もあれば悪い時もある。そういう時はファンの皆さんの声が、あ、拍手がいい、それがあの一番の応援になるので、1年間長いかと思いますがよろしくお願いします。